皆さんおはようございます。令和5年3月31日北海道議会議員選挙、小樽選挙区に立候補した岸信一です。第一声の動画の他に自己紹介動画を今撮影しています。よろしくお願いします。名前は岸信一、1980年2月生まれ、43歳です。選挙活動と経歴、2019年4月、4年前です。北海道議会議員選挙、小樽選挙区に立候補して1740票で落選しました。そして出身地、小樽です。学歴は小樽工業高校、職業は会社員清掃業。家族構成、妻と子供が3人。公約は、小樽を囲う風力発電計画の中止・撤回を求めます。市や道の後継役条例の制定を求めます。この後継役条例とは、市や道が民間に仕事を委託するときに、そこで働く会社員の待遇や給料を適正な水準で扱うことを定めたものです。やっぱり今派遣社員とかそういうのが目立ってきているので、インフラとかではやはりアルバイトとかではちょっとダメなので、やはり賃金も待遇も良くしないとサービスは低下します。そして道議ではできないと思うんですが、将来的には消費税廃止などの積極財政、郵便、鉄道、電力、水道などのインフラの国有化、農業の反国有化、そして今回もし受かることがあれば、一つ公約は達成されます。誰でも一人でも選挙に出て議員になる世の中にするために、まずは自分でやってみます。もし受かれば可能になります。そして簡単な今までの政治活動、アサリの水を守る会、これは新幹線トンネル残土から小樽の飲み水を守る活動です。これは候補地がアサリダム上の石切山から、現在はハリウスの採石場に変わったので、まあ自分の中では水は飲み水は
守れたと思っています。そして次は石狩風力発電を考える会、まあ、これは略称です。ちょっと長いので割愛しました。それでこれは北海道で長く活動している、まあ、風力発電反対の会です。自分も最初小樽の風力発電問題が出た時にインターネットで探してこの回だけが出てきて会員になりました。そして次は小樽余市風力発電から自然と生活を守る会、これは小樽余市の風力発電に反対する会、まあ双日株式会社が計画している風力発電を反対する会です。まあけど今後も小樽にすごい計画があるのでこの会が頑張っていかないば小樽は風車だらけになります。そして財源研究室っていうのがあって、あの黄色いビラが有名です。結構全国でこのようなビラが配られています。これは本当国の財源は税金じゃなかったっていう話で、まあ積極財政につながる内容です。まあ根本的に日本を立て直すにはこの考え方に基づいてやらなければ日本は没落して終わります。まあこのビラは全国的に広がっているので理解する人も増えています。以上自己紹介動画でした。ありがとうございます。またよろしくお願いします。